みこでーす。まこでーす。みこまこチャンネル。イエーイ。今回はノー編集。ノー編集ではないんで、まあまあそこそこ編集ぐらい。まあまあはい、お話をね。そうね。はい、まあ妊婦なんです私。まあ、見ての通り妊婦なんですけど、コロナワクチンを接種してまいりました。はい、副反応とかね、お話できたらなと思います。はいはい、ちなみに私はサイバーファイトの職域接種で2回目もね無事打てたんですよ。ギリギリだったんですよ、退院から。そう、まあ、退院して次の日に打ちって2回接種いたしまして、うん、よかったね、1回目が無駄にならなくて、はい、ね、私はまあ軽い熱が出たぐらいで、はい、私はまず、まあ、打つ前に産婦人科に相談したんですよ、はいはいはい、でしたらやっぱね、なんか推奨されてんだって、妊婦は積極的に打ちましょうみたいな、あそうそうそう言われて、積極的なんだ、そうそう、なんでコロナにかかるリスクよりもワクチンを打つメリットの方が大きい、ね、みたいな、ね、大きいね、今実験段階みたいなもんだから怖かったけど、でもやっぱネットで調べても打つ方がいいみたいな、でしかも妊娠後期、はい、ありがとう、後期に打つのが一番好ましいって言われて、ちょうど妊娠後期だからさ、はいはい、で1回目腕が痛くなった、はい、よくみんなが言うやつ、あの筋肉痛ぐらいのね、そうそうそう、なんか蹴られた時みたいな痛みあったよね、うん、でも2回目の方がさ副反応がさ大きいっていうじゃん、言いますね、だから一応その注射打ってくれた先生も、うん、何かあったらすぐ痛み止め解熱剤、はい、解熱鎮痛剤だからさ、はい、もう何にでも効くからって言われて、はい、全然飲めばいいからって言われてて、はい、じゃあその薬予防でっていうか自己負担になるけど、はい、出してくれるって言ったから、はい、出してもらって様子見てたんだけど、全然熱も何も出なくて、出なかったね、そう痛いだけで、だるいとかもないし、なんかお腹張るとかもないし、うん、特に何も副反応私はなかったですね、持病はないんですよ、妊娠高血圧にもなってないし妊娠糖尿病もなってないし、ただ1個だけ引っかかってたのは貧血は引っかかってたけど、はい、別にまあそれが影響することもなく、本当私実は結構ドキドキしたんですよ、ミコがワクチン2回目打って、僕次の日ちょっと出なきゃいけなかったじゃん、でももうずっとドキドキしてて、あそうなの、もしかしたら家で熱を出したかもしれない、はいはい、赤字もいる、でも帰りたいけどちょっと用事がある、これ熱出したらどうしようってずっとドキドキしてたけど何もなかったっ ね、ほんとびっくりするぐらい何もなくて、はい、ね、それで安心が得られるんなら ね、 ねやった方がいいかな、はい、でね、副反応どうなんだろうね、持病がある人がすごいあれ出るんだっけ、よくわかんないね、持病がある人はコロナに感染した場合重症化しやすいから打った方がいいよってことっていうことだと思うんだけど、でなんかまあ妊婦もそれと同じだと思う、はい、これあのお腹の赤ちゃんには影響的なものっていうのはなんか言われなかった、いや言われなかった、影響っていうか運が良ければそのお腹の赤ちゃんにも抗体ができるかもしれない、積極的に打った方がいいんだね、うん、かもね、先生が言うにはね、まあまあ人それぞれ考えもあるけど、ね、不安はねあるかもしれないけど、不安は不安ですよそれ、ね、もうちょっとなんかデータが出てから打ちたいとかは、今のところワクチンを打ってないのはあかりさんだけっていう、ね、そうなの、だからでもワクチンを打っても感染はする可能性がある、うん、まあ、重症化しないかもしれないけど、ね、だから引き続き感染対策はバッチリでね、気を引き締めていかないと、はい、だから出かけられないのよね、はい、デルタ株とか、ね、デルタ株なんだっけ、ブレイクスルー感染ね、いろいろ出てきますね安心して過ごせる世の中になりたいです、うん、なってほしいですよ、ね、不安は不安ですよ、うん、ねえ、赤ちゃんね、うん赤ちゃんいるからね、うん、あなただよ、うん、赤ちゃんあかり、赤ちゃんだよ、うん、知ってた、うん赤ちゃんの人、はいはい、私はワクチンを打って今のところ悔いはないです、まあだって副反応そんななかったからね、そうで感染してもう軽症で、そうね、重症化は防げると、はい、信じたい、あとあかりさんに感染しないようにそう、ね、最大限の注意をしてこれからも生活していきたいと思います、はい、はい、そういうわけでなんかためになったな、ワクチンの話聞けてよかったなと思ったり、最初はですね、はい、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、そういうわけであかりさん終わりよ、はい、以上みこまこチャンネルでした、バイバーイ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 、バイ。
で、あっちで。あ、おやつね。ちょっと待って。あっち、おやつ。はい、座って食べて。はい。おいで。はい。毎回みこまこチャンネルの時、おやつ食べてます。よいしょ。はい。はい。いきますよ。はい。